さんこんにちは。開運体質養成コーチの大島秀明です。今日の動画では、この YouTube チャンネルでですね、今までさまざまな開運法をご紹介させていただきましたが、その総集編ということで、今までの開運法を日常生活にどうやって役立てるかというお話をさせていただきたいと思います。最後まで楽しんでご覧ください。この動画に巡り会えたあなた、本当についてますということで、早速始めてまいります。はい、おかげさまでですね、大島秀明の開運チャンネルなんですが、始まってから今約半年、経たせていただきまして、今日がですね、今年最後の動画ということになります。今までですね、さまざまな開運法をご紹介させていただきましたが、本当に週に2回ですね、どん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 新しい開運法をお伝えしているので、これどれをやったらいいんだろうとかね、結構悩んでらっしゃる方もいらっしゃるかなと思って、今日は総集編ということで、どういうところに着目して、開運法を実践したらいいのかというあたりをですね、解説させていただきたいと思うんですね。でまずですね、このなんで大島秀明はこの開運チャンネルをやってるかと言いますと、まあさまざまな開運法っていうのが巷に出回ってるんですけれど、僕が見てる限りですね、どれもやはりその場しのぎの効果しかないんじゃないかなと思うものがほとんどなんですよ。というのは、やはりまず根本に立ち戻っていただくと、実はですね、我々の目の前に現れる現象っていうのは、自分自身の周波数によって作り出している現象、まあ根本的にそれはもう絶対的な真実としてあるんですよね。ですから、この開運というものを考えた場合にですね、やはりその場しのぎではなく現象を変えていくとしたら、その元である自分自身の周波数を根本的に変えなければ、結局はいたちごっこのようにですね、何か問題が起こりました。じゃあこの開運法をやろうと。まあ解決したはいいけれど、やはり似たような問題が起こりました。じゃあまたやろう。また解決したってね、本当に、キリがないと言いますかね、そういう状態になっている方いっぱいいらっしゃると思うんですよね。で、自分自身の周波数を根本から変えるにはどうしたらいいか、というところに立ち返ってですね、この開運チャンネルでご紹介させていただいている開運法っていうのが、あるんですね。ですから、この、YouTube チャンネル、大島秀明の開運チャンネルにご紹介されている方法は、どんなに簡単なものでも皆さんの周波数を根本から変えてくれるものなので、本当にできる範囲でですね、実践していただければ、生まれ変わったかのように皆さんの人生っていうのは爆上がりすること間違いないです。これはもう私が保証します。ですんで、そのあたりをですね、踏まえてもう一度動画を見直していただきたいなというのがあります。そして最終的な目標といたしましてはですね、その周波数の究極であります空の境地というものを皆さんに実際に掴んでいただくと。で、掴んでいただきますと、開運を望む間もなくですね、まあ空の境地でいる自体がですね、まず存在するだけで幸せですので、その存在するだけで幸せな状態っていうものに引き寄せられる現象っていうのは、当然ですね、もういるだけで幸せって思えるような素晴らしい現象ばかりなので、もう間違いなくですね、皆さん根本的な開運を果たすわけです。ですから、最終的には空の境地っていうものをやはり目指していただきたいんですけれど、それに至るにあたってですね、例えばこの YouTube チャンネルの初期の頃ではですね、よく心の浄化法っていうものを、頻繁にアップさせていただきました。というのは、我々がですね、うまくいかない現象がどんどん起こってしまうっていう背景にはですね、自分自身の思い込みがあるわけですよ。例えば、私は愛されるに足る人間ではないとかですね、私は才能がないとか、そういうさまざまな思い込みを信じてしまってるがためにですね、それをベースにした現象が起こってしまう。だから自分自身を、自信がない、愛せないということですと、
宇宙からもそのように扱われてしまうので当然運気は全然上がりませんよねっていうあたりを根本的に解消するための潜在意識の浄化法として感情を手放すというワークが前半の方は結構ありましたね。ただまあこれ根本的な効果をもたらすんですが、やはり日々自分に向き合ってってやってるとですね、それ自体もやはりストレスに なってきてしまう人もいると思うので、まあ、後半の方はですねより気楽に言霊を使ってですね、皆さんの人生をとにかく爆上がりさせようという動画をたくさんアップさせていただきました。で、言霊なんですけれど毎回違う言霊をご紹介しているので、皆さんどれをやったらいいんだよって、どれが一番いいんだよって、思っている方もいらっしゃるかと思うんですが、実は、正直なところを言いますとどれもむちゃくちゃ効きますこれはもう間違いないことなんですけれど、ただですねやはり、全部をやるっていうのは大変になってきちゃいますので、自分自身が心を、自分自身が共感できたもの、いやこれ楽しそうだなって思ったものを主に最初はそこから始めていただく、そして始めていただいたものはぜひ習慣になるまでですね楽しく続けていただくということをしていただきますと、これだけでも間違いなく爆上がりしてきますので、全部をやろうとするとねストレスになっちゃいますんで、気に入ったものをとにかく一つでも二つでも、取り入れていただくという気楽なスタンスでやっていただければいいかなと思います。で、最も手っ取り早い方法としましては、この動画のちょっと前に、ご紹介させていただきました開運体質要請音源というやつですね。あれは本当に聞くだけなので、まあ聞くだけで皆さんの気の巡りというものが良くなって、当然自分の気の巡りが良くなると周波数が変わりますんで、目の前の現象がどん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 好転していきますよという動画なので、あれは本当に、頻繁に聞いていただいて、で1日1回だけですねリラックスして深呼吸、しながらですね、聞いていただくっていうのを続けていただくと、これもこれだけでも爆上がりしていくと思います。と言ってもですね、やはり開運と言っても奥深いものですし、やればやるほどですねどん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 流れって良くなるものですんで、楽しみながら続けられるものを長くとにかく続けていただくと、それだけで皆さんの人生って爆上がりしていきますんで、ぜひ楽しみながらですね続けていただきたいと思うんですね。で、最後にですねちょっとだけお知らせさせていただきたいんですけれど、今日がですねこの YouTube の今年の最後のアップっていうことになるんですけれど、これからちょっと年末年始なんですけれどですね、この動画作っているのはですね、もちろん僕、一人だけで作っているわけではなくてですね、スタッフの方が編集してくださったりして、実はこのチャンネルってできてるんですけれど、やはり半年間頑張っていただいたスタッフの方にも年末年始ゆっくり過ごしていただきたいということもありますので、本当に勝手なんですけれど年末年始はちょっと更新をお休みさせていただいてですね、新年の6日からまた平常通り、この開運チャンネルアップさせていただこうという予定でいますんで、申し訳ありませんが、その間はですね開運体質養成音源を聞いていただいたり、あるいは過去の動画を復習していただいたりしてですね、ますます皆さんの人生が爆上がりするようにですね準備をしておいていただきたいなと思うんです。そしてまた来年からですねまたパワーアップした開運法をどん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 お伝えさせていただきますので、ぜひですね来年も共にですね開運ロードを爆進していけたらなと思ってますので、ぜひ来年もよろしくお願いします。本当に今年はですね、半年間、本当に、お世話になりました。そして来年もですね共に、開運の道を楽しみながら喜びながら歩んでいきたいと思いますので、来年もぜひよろしくお願いいたします。ということで、大島秀明でした。また来年、よろしくお願いいたします。